これね、街歩き探訪、これすごいっすね。今回は懐かしのものが残るあの場所へお邪魔いたしました。西大寺駅に来ました。岡山市東区西大寺。さあ今日もいろいろとご紹介できたらなと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。というわけで今日は西大寺に来てます。街歩きシリーズということで、こちら昔走ってた西大寺鉄道なんですよね。こちらがその車両なんですけど、この両備バスの西大寺バスターミナルにある車両ですね。今日はこの西大寺を回ってみようかなと思います。西大寺って言ったら西大寺よね、裸祭りあったりのちょっと歴史の長い町になるんですけども、西大寺鉄道なんですけども、後楽園、岡山後楽園からこの西大寺まで電車が通っていたそうです。ちょっとターミナル内に気になる場所があったのでご紹介したいなと思います。こちらなんですよね。なんか昔ながらの宣伝看板があるんですよね。いやー、まだ残ってるとか、めちゃめちゃ失礼かもしれないですけど、やってたりするんですかね。かなり昔というかね。でもこれ普通の写真じゃなくてね、絵なんで、かなりね、味というかインパクトありますね。なんか僕だけなのかちょっとわからないですけど、この絵を見たらなんか行きたいなってめちゃめちゃ思いますね。なんか写真よりかはなんかこういう方が、なんだろうな、なんかうまく伝えてるような気がするんですよね。気のせいかな。待合室、ちょっとなんかレトロチックなネオンがありますけど、ちょっと今日は最大でございます。はい、ちょっとね、このターミナルから離れた場所にある駅に行ってみようかなと思います。はい、到着いたしました。こちらの駅です。はい、というわけで駅到着です。西大寺駅に来ましたね。ここなんですよね、ね、有名なこの西大寺の裸祭り、西大寺栄養の記念像です。というような感じの西大寺なんですけども、これ西大寺とね、岡山県民が聞いたらね、おそらくね、もうこの裸祭り、男たちが木を取り合う、お祭りを思い出すというか想像するんじゃないかなと思います。はい、そして続いてはですね、西大寺の近くなんですけども、呉服通りというね場所を歩いてみました。こちらね、昔ながらの、エリアなんですけども、観光サイトでも紹介されている場所です。そしてなんとこちらのエリアなんですけども、映画のロケ地になったりねしてるらしいんですけども、まあ、どんな映画なのかって思いますよね。
まあ、こちら観光マップをね、ロケマップを見ながら、進んでいくわけなんですけどもね、こちらね、映画の内容がね、魔女の宅急便とか、オールウェイズ三丁目の夕日とか、トンビとかね、いやー、こんなロケがあったんですね。まあ、こういう感じの昔ながらのスポットの中にあるお店に今日は行こうかなと思います。はい、次に訪れた場所はこの五福通りの中にある、チャクラさんというお店にお邪魔させていただきましたね。しっかり西大寺とね書いてますね。はい、チャクラランチ1200円税込みということです。ちょっとねこちら気になりますね。日替わりランチ的な感じでございますけども、お弁当もやってるんですね。はい、まあ、こちらねランチタイムは食べ物系なんですけど、それを逃してしまうと、まあ、こちら、飲み物中心になってしまうんですよね。はい、こちらがランチでございます。いいですね。なんかすごいヘルシーかつがっつり的な、もうバランスがいいとしか言えようがないですね。すごいですねこれ。これ日替わりみたいな感じなんですかね。あ、そうなんですか。いただきます。うん、あ、なんか全体的にすごいヘルシーな。うん、うまっ。ゆっくり食べれますね。今日はゆっくりするぞっていう時に、こうやってね小鉢で一品ずつ食べていくっていう。可愛らしい、なんかカエルかなこれ。あ、帽子屋さん、こちらが。すごいなんか昔ながらの建物ですね。西大寺、今年は限られた中でのね、だったんですけども。昔ながらの、ここも商店みたいな。メガネ屋さんですか？何ですかこれ？メガネですね。和菓子せんべいですか？もうなんか商店みたいな。あ、桃太郎の岡山。サイかな？あ、なるほど。サイと西大寺掛け合わせて。でこの前がこの西大寺の観音ですよね。ちょっとその前にこっち側はね、はいはい、音蔵。この先ですか？もう空き家ですか？うわ、全然撮っても大丈夫なんですかね？あ、OK 言ってた。あこれすごいですね。千年橋の方が、これが千年橋。千年橋、いや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 、すごいですね。このビールとか、おお買えるんですかこれ。なんか動いてますけどね、なんか。ああ、なんか機械音がするんですけど、大丈夫？今ではなかなか
隣が昔は銭湯だった。あ、銭湯だったんですか。看板なくて、ね、あ、柳湯。京都の路地裏みたいな。でもなんか立派なあれですね。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。ここからですね。中で水浴びですね。はいはいはい。はい、了解ですか。いや、結構深いですね。結構深いですね。坂になってますね。真冬のね、2月ですから。気合入りますね、こっから。こっからもう25回も25回もいた。25歳から50歳は、あー、行かれたんですね。すごいね、もうみんな上がっとって。あ、あそこですか。寒いな。この上からですか。ああ、いい。なんかすごいカメラから、カメラと写真から見たらすごい高い位置かなと思ったんですけど、そうでもないですね。立派ですね、西大寺。こんな感じの西大寺でした。あんまし西大寺行くことないんですけど、ね、ちょっと見応えがある感じでございました。この動画いつも登録とボタン、バリとも登録とボタン、チャンネル登録もよろしく。はい。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。